ここが演者の宿屋ひまわり荘ですわ。よし、手始めに三つ星シェフの料理だ。次に三つ星シェフの料理で、お次に三つ星シェフの料理、そして最後に三つ星シェフの料理で締めだ。あんたね。で、三つ星シェフの料理はどこだ？いらっしゃい、お待ちしてたよ。お世話になりますわ。なんだこのおばちゃんは。この宿のおかみさんで、私の演者の方ですわ。お食事は彼女が作ります。このおばちゃんが三つ星シェフか？そうは見えないけど。大丈夫、彼女の料理の腕は三つ星レベルですわ。詐欺だ！お前嘘ついたのかよ！彼女のいとこのお嫁さんのお兄さんのご友人が三つ星シェフです。つまり彼女もほぼ三つ星シェフですわ。世間でそれをなんていうか教えてやる。他人だ他人、料理の腕と全くもって関係ねえ。お兄さん、私が三つ星シェフじゃないって疑ってる？私の名前は三つ星、つまり正真正銘の三つ星シェフさ。なんだその小ネタは。料理が美味しければ文句はないでしょ。細かいことにうるさいと水虫になりますわよ。なるか、どんなつながりだ。おや、お兄さん水虫なのかい？うげ、ファング、部屋の中を裸足で歩かないでよね。断じて違う、俺様の足は群れ知らずだ。グズグズしてないで、早く部屋に行きますわよ。いろいろとお話ししたいこともありますし。今度水虫に効く薬草をあげるから元気をお出し。だから俺は水虫だね。話ってなんだ一体？ちょっと目をつむってくださいます？別にいいけどよ。なんだっての一体？すぐにお見せしますわ。ですから今は目を。なんだかわかんねえが。アリンさん、あなたもです。分かってるわよ。では。あ、なんだこの感じ。体がふわっと。まだですわ。目は決して開けないで。何ここ。
でっけえ女、石像か。女神様、お分かりになりますのね。さすが妖精の端くれさんですわ。今はそんな軽口相手にしてらんないわ。どこよここ。私たちどうやってここに来たの？ここは時間と時間の狭間にある意識空間。まあ夢みたいなものですわね。これは私、いえ、キュイの特殊能力です。すごい能力持ってるのね。現実じゃねえのか。不思議なもんだな。ここはかつて女神が封印された空間。そしてあちらにいるのは邪神。邪神、かつて世界を滅ぼそうとしたと言われる邪悪なもの。現在は体中に刺さった剣で封印されていますけど。本当だ、かすかに魔力の波動を感じる。死んではいないのね。それは女神も同じだけれど。よく見りゃなんかトゲトゲがいっぱい刺さってんな。あれで封印されちまったのか。ええ、そしてそのトゲトゲもまたピューリーなのです。宿った妖精は力をもう使い果たして消えてしまったけれど。あ、ピューリー、確かに動力源は妖精だものね。かつてお互いを封印したフューリーも前段は命中しなかったようです。外れてしまい人間界に残されたもの。それが私たちのような妖精とフューリーってわけね。よくわかんねえけど。で、なんだってんだここが。先ほど手に入れたフューリーを使い、女神に刺さった剣を抜きます。それって封印を解くってこと？ええ、そうです。女神様の封印を解きます。おい、もうゴールじゃねえか。よし、俺はたらふくうめえ飯を食わせてもらおう。2本抜いたくらいじゃ復活しないでしょ。それよりフューリーを使うって。中に宿る妖精をあちらのフューリーに移して起動させ抜き取ります。それで女神が復活？いいえ、その他にも何かが必要なようですが、そこまでは分かりません。肝心なとこは分かんないって。そもそもどうしてあんたがそんなこと知っているのよ。私でもこんな場所知らなかったのに。それはフェンサーたるもの、女神と邪神を調べるのは当然です。むしろ知らないあなた方の方がおかしいですわ。それにここに来られるのはキュイのおかげですし。大体あなたは記憶喪失なのでしょ。残念ですわね。忘れなければ知っていたかもしれませんのに。言い返せない。ちょっとファング、あなたも黙ってないで何か言ってよ。ああ、俺にはよくわかんねえや。
とにかく風流を集めて中の妖精に封印を解いてもらえばいいんだろ。だったら当初と目的は変わんねえし、いいんじゃね。まあそうですわね。ああ、それと封印を解こうとすると何かが襲ってきますの。注意なさって。何か、何かってなんだよ。多分封印を守る防衛装置みたいなものかしらね。そうですわね。なかなか手強い相手です。抜くときは注意なさって。試してみたの？それがフェンサー自身と契約しているフューリーは使用できないようです。契約の絆が継続中だからでしょうね。なんかあんたの話ってさも見てきたかのようね。罠か何かじゃないでしょうね。私そんな手は使えません。カモミールティーの件忘れたとは言わせないわよ。細かいことはいいですわ。女神を復活させるという目的はあなたも同じなのでしょう。とにかく私たちはフューリーを集めて女神の封印を解いていく。いいですわね。その他の方法ってのが気になるけど。そういうこったな。よろしくて。何ですの？
いい、悪いがやらせてもらった。襲ってきやがったな。ま、俺にかかれば楽勝だけどな。本当に倒して封印を一つ解いた。封印を、やりましたわ。ありがとうございます、お二方。ほほう、やけに素直じゃん。部下の仕事をねぎらうのも上司の務めですからね。誰が部下よ誰が。いい、はっきり言っときますけど。おい待て、この御嶽なんかすげえパワーを感じるぞ。本当だ、何これ。女神の神器に染まったのかよくは分かりませんけれど、共鳴効果、レゾナンスエフェクトが強力になったようですわね。レゾナンス？何？レゾナンスエフェクトです。フューリーにフューリーを共鳴させると不思議な力を発揮することがあるようですの。力ね。あんた本当にどっからその知識を得たのよ。ですから、いろいろ古い文献を調べたのです。女神復活に近づくのは間違いないのですし、細かいことはいいでしょう。キュイ。そうだけど。どうでもいいよ、女子。減った、帰ろうぜ。そうですわね、三つ星シェフの晩ご飯いただくとしましょうか。いたさするなよ、俺のがっかりファンタジーよ。